皆様こんにちは、刑事チャンネルです。世の中にはね、不可解なことっていうのはすごいたくさんあるわけじゃないですか。まあ不可解なことというか、まあ、バカだったなって思い出せることが僕の経験にもありまして、まあ、中学生ぐらいの頃かな、まあ部活やっててさ、部活終わったら誰が言い出したかわかんないけど、おい、あっちの方になんかコンドーム落ちてたらしいぞとか誰かが言い出したで俺らバカだからさ、見に行こうぜとか言ってさ、自転車飛ばしてさ、もうどこに落ちてるっていう明確な目標はなくて、あっちの方にみたいな、そういうぼんやりしたさ、その情報をさ元手にだよ、コンドームを探しに行く、落ちてるコンドーム、それ見たからどうなるんだよって話だよね。でバカみたいにみんなでどこだどこだあっちこっち見ながら探して、でその頃僕はコンドームって言ってどんなものなのか知りもしなかったから、ゴムっぽいもの見つけたわ、あれじゃねえあれじゃねえとか言って、これかなーとか言って、多分ね周りのやつらもねあんまり知らないんだよね、それ見てうーんみたいな顔してるんだよね。そんなことをねやってたっていう、まあ不可解だよね、ほんとね、そんな不可解な記憶があるなという話なんですけど、まあ不可解といえば、まあ人気のゲームがモバイル向けで出るとなると、まあなんかっていうと、まあみんながっかりする、スマホ向けのゲームとして出るってなったらなぜかみんながっかりするんだよね。まあスマホって今なんかその要はモバイルゲームの市場ってもうあれだよ、もう金山だよ金山、今もう出せば売れる出せば売れる、まあ出せば売れるっていうのはちょっと語弊があるかもしれないけどもね。例えば普通に CS 機とかパソコンで今までずっとゲームを作っていたゲーム会社があったとしたら、スマホの市場ってその要は新しい市場、未開拓な、そこでゲームを出せばその分完全にプラスになるっていうことで、まあ、非常にいいことが多いんだよね。だけどもでさらにまあスマホみんな持ってるからかなり多くの人がプレイしてくれるきっかけにもなるということで、まあみんな喜んでるのかなと思えばですね、まあ人気のゲームがモバイル版として出るとなるとみんなががっかりするし批判的な声を上げるっていう若干不可解なね、出来事、まあ市場になっているなっていう感じは僕はします。で先日なんですけれども、ブリーズコン2018っていうのが、カリフォルニアの、アナハイムではございまして、ありまして、それ何って言われると、ブリザードっていう、まあ、ゲームメーカーなんですけれども、オーバーウォッチとかハースストーンとかウォークラフトなんて皆さん知ってますかね、さらにディアブロっていう有名なゲームをたくさん作っている超人気の、ゲームメーカーだったりするんですけれども、そのブリザードのゲームタイトルを一堂に集めたね、ファンのファンフェスティバルみたいなイベント、それがブリーズコンっていうね、の行われたんですが、そのブリーズコンの中で、それディアブロっていうゲーム皆さんご存知ですか。ディアブロ、いや相当有名なゲームではあるんですけれども、日本ではちょっとマイナーなゲームだよねって話なんですけど、ディアブロ、これは僕が持ってるのはディアブロ3、去年お正月にやろうかなと思って買ったんですけど、まあ、ちょっとやって、結局あんまりやれてないんですけれども、ディアブロっていうゲームの新作が発表されましたね。その名もディアブロイモータルっていうゲームですけれども、でこれがね、その新作を発表したらとても炎上したと大炎上しましたと。でその炎上のね、物差しとして、まあ、分かりやすいのが、そのディアブロイモータルのトレーラーの、動画が、まあ、YouTube にもあって、それですね、高評価が1万7000に対して低評価が42万もついているという、炎上っぷりというか、まあ、低評価っぷりとなっております。ディアブロスで、これ今私が持ってるこのディアブロ、まあ、3もそうなんですけど、これすごい、でもめちゃくちゃさっき言った通り世界的でも人気で、これ2012年に出たゲームなんですけど、世界で3000万本のね売り上げを、まあもともと PC、パソコンのゲームとして出てて、その後コンソールに行ってという、そんな感じになっておりますが、それだけ人気のあるゲームが、まあ、この度ね、まあ、3をそのまま移植ではなくて新しい形のものでディアブロイモータルというものを出したんですが、炎上、あー炎上かーっていう感じですよね。でこれなんで炎上したのかなっていうと、まあさっき言った通り、なんか人気のゲームがモバイルで出るとなんか低評価だねっていう風潮が
あるのは日本にはそうだなっていうのは僕は認識してたんですけど、日本だけじゃなかったねっていう海外の人たちもやっぱりパソコンやコンソールでファンになった人たちはそんなこんなね片手間でやるゲームで満足しないんだという思いがあるっていうところがまあ一つ大きいのかなとは思うんですが、まあ、そこに行き着くまでにもいろいろあったというところです。まあまずそもそもねディアブロ3出てからも、6年の月日が経ってかなり多くの人たちが4を待ってたんだよ。で、今回ですねブリザードさんはそのディアブロの次回作に関してはまだまだ時間を欲しいというふうに事前に十分周知していたらしいんですが、今回のそのイベントでディアブロの話が出たからみんなディアブロの新作がもうなんだろうサプライズで発表だよこれとか言って期待しすぎちゃったんだろうね。そこにモバイルだよってなったからズコーってなった、その上げて落としたみたいな感じがあったんだろうねというところですね。で、その、なんだろう、ブリーズコンのその会場でも空気がかなり厳しかったんだと思うんですよね。その、参加者の人たちが質問できるコーナーみたいなのがあって、その質問の時に、これパソコンでは出ないのかいみたいな質問があった。まあ、ディアブロイモータルがパソコンで出ないのかいっていう意味合いを含んでたかどうかはちょっとわかんないんですけど、パソコンでの新作は出ないのかいっていうような、その参加者からの質問に対して、制作者の方は今のところ他のプランはないよ、君たちスマホ持ってないのっていうジョークを返してしまったと、もう会場からブーイングがですね、実際にそれ YouTube でもそのね状況とかね動画で見れたりするんですけど、ブーイングがブーっていうようなね、それに関してはまあなんだろう期待してて、がっかりさせられたそのファンの人たちの気持ちもなんかわかるし、壇上に立って、ね、ディアブロ、まあ、今回新作は発表できないけれどもモバイルで実はねプロジェクト進めてたんだよみんなどうっていうのを見せたくてワクワクしてたと思うんだよ作ってた人たちも。だけどモバイルっていうだけでもうのっけからなんかちょっとやっぱりこう空気が会場の空気がピンとこう凍ってしまった感じって考えると、まあ、どちらも気の毒だなってなんかすげえ感じながら見てて心がね正直苦しかったです。これがそのブリーズコーン2018のオープニングのイベントだったっていうから、まあね、その後ね、まあ、イベントのね空気感が盛り返したかどうかっていうのはね、まあ、言った人にしかわからないと思うんですけれども、では一応ねじゃあディアブロはディアブロ4という形で新しいゲーム作ってないみたいなね回答になっちゃってるんだけど、それに関してはね後々、ちゃんとした回答をしていて、モバイル向け以外のディアブロチームもプロジェクトをちゃんと進めているよというふうに、その会場でそう発表したのかどうかちょっとわかんないんだけども、まあ、そういう発表がちゃんとあるということだそうです。でブリザードの方も、まあ、モバイル向けの発表に対して、ちょっとね、反感がある程度反発が来るっていうのはある程度は理解はしていたと。だからここまで大きいものだとはちょっとね、思ってなかったんだけれども、そういう反発があるあってなおかつユーザーたちがどんな不満を抱えているのかっていうのはしっかり我々も認識していくよっていうね、あくまでもユーザーの姿勢に立ってものを考えるっていうね、スタイルはね、貫き通すよということはきっちりとね持っていてくれているみたいですので、まあ、次回作まあもともとね次回作があるとしたらもっと時間が欲しいって言っていたものなので、まあ焦らずに待つしかないんじゃないかなと思います。で、他になんかこう反発の原因になっているところとしては、そのディアブロイモータルは今回そのネットイースと共同開発っていうことだそうなんですよ。で、ネットイースってもう皆さん日本でもそろそろ聞き馴染みのある、会社になってきてるかと思います。荒野行動を作ったところでもありますし、デッドバイデイライトの会社と協力してアイデンティティ5、第五人格とも言うのかな、そういうゲームを作ってにしている世界でも有数のゲーム会社の一つとなっております。でここにちょっと反発もあるみたいでして、なんかこうディアブロっていうそのタイトルをね外注したと、そのリスキンを外注したんじゃないかっていうそういう印象が強まったことによる反発もあるということだそうですが、で、あと、クルセイダーズ・オブ・ライトに似てるっ
っていうところもなんかこう批判の、ポイントの一つでもあると思います。クルセイダーズ・オブ・ライトっていうのはブリザードが作ってる、モバイル向けのゲームだったりするんですけれども、それちょっと似たような感じになっちゃってるよねっていうところがあるらしいですが、それに関してはね、ゲームを作る上でより良いものを作るためにすでに完成された手法を取り入れていくっていうことは十分にあり得るので、クルセイダーズ・オブ・ライトの成功してる部分っていうのは、まあ、取り入れてる部分も部分的にはありますよというようなことは言っているみたいです。まあね、それは致し方ないことなんじゃないかなと思います。というようなね、いくつかの理由をもとに、ディアブロがモバイル化するということに対して、批判的な声が上がっていたなということです。で、これなんだろうな、ゲーム、既存のゲームがモバイル化する、まあソシャゲになるっていうのはすごいリスキーなのかなっていうことですよね。ただでも、まあ、会社を経営していくとか一つの事業として考えた時にやっぱり売れなきゃやっぱ厳しいわけじゃないですか。すごいね、ゲーム作るのってとんでもないお金がかかるわけですから、売れないものを作るわけにいかないので、人気の IP をモバイル化するっていうのは割とそのなんだろう、手堅い手段でもあるかなとは思うんですよね。逆に言うと新規の IP で、新規、完全新規のね、ゲームで売り上げをしっかり取っていこうっていうのは、やっぱりそのリスクが大きすぎるというか、失敗する可能性も高くなっているのかなと。今、そのソシャゲ、数もすげえ増えたからね。なんていうところも、まああるなとは思うものの、なんだろう、飽くなき挑戦は、諦めてほしくないなっていう気持ちもね、我々としてはありますよね。まあ、任天堂だと最近だとドラガリアロストだっけ、あれなんか別に僕も何回かやったんだけど、普通に面白いゲームだなってちょっと思いましたし、まあ面白いものをしっかり作ることもできるだろうし、それで完全新規でも成功させることはきっとできるんだろうなって考えるとね、やっぱり多少の挑戦は続けてもらった方が遊ぶ方としてはちょっと楽しいというか、ワクワクできるのかなという気もします。まあね、とはいうものの、そうやって思う一方でだよ、そうやって思うなとは一方で、じゃあ僕がもっとね、身近になって考えた時に、例えば今年すごい楽しんだモンハンワールドとかがあるよね。で、モンスターハンターの新作ゲームが出ますって言われて、多分僕はそしたら、おやったって思うと思うんだよね。モンハンの新作は、スマホ用ですって言われたら、ズコーって確かになるよね、なるっちゃなるよね。いや、俺今までさ、そのコンソールで楽しんでたもの、これからこっちで楽しむのか、それがどんなにすげえ完成度だったとしても多分ちょっとね、納得いかないのかなっていう気はね、するといえばする。それは CS 機で今後出さずにソシャゲだけでやるって言われたらがっかりっていうぐらいであって、まあソシャゲも出すし今までのコンソールも出すよって言われれば正直全然がっかりはしないです。それどころか、モンハンがこっちでもできる何かがある、ソシャゲでもできる何かがあるって言われたら、僕は嬉しいなと。CS 機でゲームをできないタイミングに、じゃあちょっとこっちのモバイルでもね、手軽にやろうかなとかってなれるのは全然いいかなと思うんですよ。むしろ、モンハンって、携帯機ですごく人気の出てたゲームだから、ね、ソシャゲになるぜ多分あとは操作の問題だよね。そこクリアしたら多分余裕で来るような気がするんだよね。みんなで携帯スマホ持ち寄ってさ、4人とかでさ、よし狩り行こうぜとかなる可能性ってすげえあるなと思うんだけど、それはダメか、それは任天堂がカプコンにストップかけるか、ちょっと待ってくれと、そんなんするんだったらスイッチで出してくれよというようなやり取りがあるか。出ねえな、スマホでは出ねえわ。そうやって考えたらおそらくカプコンだけの問題ではないな。まあまあまあ、ちょっと話は横道それたんですけれども、ソシャゲで出てその嬉しいパターンっていうのは多分そういうことだと思うんですよ。 CS もしっかり開発されていて、ソシャゲもちゃんのでも面白いものが出てきたら嬉しい。でも俺もっと嬉しいことってきっとあると思うんだよね。それは何かっていうと、 CS と連動してたらもっと嬉しいと思わないね。例えば、まあ、どんな風に連動するのかって言われても別に俺開発者じゃないから全然思いつかないんだけど、例えばだよ、ソシャゲの方でモンハンの、なんだろう、受付嬢の大冒険みたいなゲームがあって、で、なんかパズルゲームでもいいし、ちょっとしたね、ハクスラっぽいようななんかゲームでもいい。それを進めると、その CS の方で、ちょっとレア度の高いクエストが受けられるようになるとかってなったら、いや別にやってもやんなくてもいい。
そんなにすげえ影響はないんだけど、やるとそういうなんかちょっと嬉しいことがあるとかってなったら、俺なんだろう、移動時間とか、今移動時間って俺あれだよ、皆さんソシャゲスマホゲームって移動時間とか地下鉄の中でみんなやってる、すごい。俺も地下鉄乗ってて 前に座ってる人全員なんかソシャゲやってるなってみんな携帯なんかやってんだねっていう光景ってすげえ目にする。僕はあの動画とか作るから、動画のネタとか考える時間に移動時間を当ててたりすることって結構あるんで、ソシャゲやることはないんだけど、でも今みたいなね、CS と連動して何かできるってあったら、俺移動時間にちょっとやるかもしれないな。もしくは料理長のなんかゲームね、あのモンハンの話ですよ。モンハンの料理長のスマホゲームとかになってて、その料理長がなんかその調理場を整理するなんかゲームみたいなのやると、食材が増えて CS 機の方で、なんだろう、狩りに出るときにちょっといい食材でハンターがパワーアップしやすくなるとかっていうのがあっても面白いかな。じゃあその受付嬢のゲームとその料理長のゲームは一つのアプリになっててほしいな。だからモンハンモバイルみたいなゲームを立ち上げると、受付嬢のゲームをやることもできるし、その料理長のゲームをやることもできて、自分で選べるようになるね。あとはちょっと簡単操作で実際にこっちで狩りにも行けるとか、いろいろあってもいいような気がする。で逆に CS 機でやったことがこっちにも連動されるとかってなったら、またもっともっと遊びの幅が広がって、たくさんの人がね、ゲームに夢中になる時間が多くなる。これダメだな、これね。あんまりみんなの時間をゲームで縛りすぎてしまうとそれはそれで良くないのかな。なんかまあいろいろすごい悩む複雑なところがあるなと思うんですけれども、まあ、そういう風になったらそれはそれでね、とても面白いんじゃないかななんていう風に考えている次第でございました。ということでね、まあ、今日何の話だったのって言われたら、まあなんとなくモバイルで炎上したゲームがあるよっていう、そんな話をしたかっただけです。ちょっとなんで今若干噛んだな、びっくりした。ここに来てろれつが回らなくなってきた。これ以上噛み倒したら困るので、今日の動画はこの辺で終わっておこうかなと思います。皆さんはね、なんかでも結構最近俺ソシャゲに関する話題取り上げること増えてきたね。前も同じような動画作った気がしますので、今更ねソシャゲについてどう思いますかって皆さんにコメントをね求めても、あんまり変わったことはないかもしれないです。まあよかったらなんかコメントしてくださいね、今回の動画に関わったことということで、ご視聴ありがとうございました。また次回何かしらの動画でお会いしましょう。じゃあねん。2日連続で炎上の動画だな。